皆さんこんにちは。料理家再現レシピ研究家の稲垣飛鳥です。今日の動画は、イオンのトップバリューの冷凍パスタのご紹介をランキング形式でお送りしたいと思います。それではスタート。今回ご紹介する冷凍パスタはイタリア最大級の食品メーカーバリラとイオンとのコラボ商品です。自宅で手軽に本格的なイタリア料理を楽しみたい方や品質やワンランク上の味わいにこだわる方に向けた冷凍パスタだそうです。現在6種類の商品が発売されているのですが、すべてお値段は税込み753円と一般的な冷凍パスタに比べるとややお高めではあります。それでは早速6位からご紹介します。6位スパゲッティコンポッロアラカチャトーラパルミジャーノレッジャーノ付き、628キロカロリー、ひまわり油で鶏肉、トマト、玉ねぎを炒めたイタリア中部地方のパスタです。パッケージにはどこの地方発祥のパスタなどの説明も入っていて、それを読むのも楽しいです。こちらのパスタ、ローズマリーがしっかり効いています。家で作るパスタにあまりハーブを入れないので、ワンランク上のお店の味、鶏肉も身がしっかりしていて美味しかったです。若干塩味が足りないかなとも思いましたが、食べ続けていくと大丈夫でした。これはお好みかと思います。続いて第5位、リングイネアラプッタネスカエガンベリ、488キロカロリー、首都ローマのあるラツィオ州ゆかりのパスタだそう。ブラックオリーブ、アンチョビの塩味とケッパーの酸味が効いたトマトソースが味の決め手のリングイネ。このパスタの最大の特徴は生の大きなエビが入っているところ。レンジで初めて加熱されるので大きくてプリップリなエビが食べられます。冷凍パスタでここまで大きなプリップリなエビが食べられるのは初めてでびっくりしました。とても美味しかったです。第4位はリングイネアイフンギポルチーニエサルサタルトゥファータ岩塩付き、646キロカロリー、ポルチーニだけの粉末と生クリームを組み合わせた北イタリアのパスタ。ソースとキノコがたっぷりのクリームパスタでした。ローズマリーが効いたクリームパスタは初めて食べたのですが、さっぱりいただける初めて食べるクリームパスタでした。本場のクリームパスタはこのくらい軽いのかなと思いました。息子はディズニーで食べるパスタみたいと言っていたのですが、なるほど、わかる気がします。続いて第3位、コンラグーアラボロネーゼパルミジャーノレッジャーノ付き、587キロカロリー、トマトと赤ワインを煮込んだ北イタリアの名物パスタを再現したそうです。すべての商品に言えますが、麺がもっちもちです。普段家で作るボロネーゼとは全く違い、ローズマリーがしっかり効いているボロネーゼでした。お肉もしっかり大きめなものがたくさん入っていて、レストランみたいな味でとても美味しかったです。第2位はスパゲティアロスコリオ岩塩付き、494キロカロリー、オリーブオイルとニンニク、唐辛子で炒めたカンパニア州発祥のパスタ。これはびっくりするほど魚介類の種類が多かったです。エビ、ムール貝、アサリ、イカ、そして生のトマト、これだけの具材を家庭で集めるのは難しいと思います。どれも身が大きく食べ応えもあって、魚介のパスタが好きな方にはぜひ食べていただきたいパスタです。続いて第1位、スパゲッティコンスーゴアラテラマーナパルミジャーノレッジャーノ付き、パンチェッタとハーブを加えて煮込んだトマトソースに豚肉と牛肉のジューシーなミートボールを乗せたパスタ。これはミートボールが本格的で本当にびっくりでした。1個のミートボールの食べ応えがすごいです。ミートボールのパスタは私は初めてだったんですけれども、これは子どもたちも大満足で、冷凍でこのボリュームとクオリティが簡単に家で食べられるのは最高です。はい、というわけで今日は、イオンのトップバリューで販売されているイタリアの、最大手食品メーカーバリラさんとのコラボの冷凍パスタをご紹介いたしました。いかがでしたか？私ね、普段あんまり
冷凍パスタを食べないんですね。まあ、今までに、何度か食べたことはあるんですけど、イメージ的にはすごく手軽に食べれて良い。でもね、具材がね少ないっていうイメージなんです。でも今日食べた、バリラさんとのコラボのパスタは全部具がもうめっちゃ大きいし美味しいし新鮮っていうのですごい食べ応えがありました。なのでね、お値段もちょっと多分普通の一般的な冷凍パスタに比べたら高いと思うんですけれども、大満足な味。そしてですね、やっぱりね、日本で一般的に食べられてるパスタとイタリアの本場でほんまにお家とかで作られてるパスタは違う味なんちゃうかなっていうのを今回感じれました。きっとね、まだ日本には全然入ってきてないようなパスタが、この冷凍で手軽に食べれるところがいいなと思いました。で、加熱時間が結構長めで、まあ、平均大体7分やったんですけど、パスタをチンしてる間にサラダを作るとかそういう時間にも使えるのかなと思ったので、今はね、6種類のパスタが販売されてるんですけれども、この先もっともっといろんな、イタリアで食べられてるようなパスタが手軽に買えるといいなと思いました。はい、というわけで今日の動画が良かったよっていう方はグッドボタンお願いします。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。YouTube 以外に Instagram、ブログもやってるので、そちらの方のフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。